はい、皆さんこんにちは。今日はね、8度ぐらいまで気温が上がってますので、そこまで寒くはないんですが、なんとね快晴です。今ね午後の2時ちょうどですね、日も出ておりまして、今日何するかと言いますと、こちら、はい、ソーラーパネルね、こちらの方を新しくちょっとご提供いただきましたので、ちょっとご紹介の方していきたいと思います。でブランドはね、オータッチというブランドになります。オータッチ様からね、今日 100W 20V のね出力2枚をねいただきましたので、まあ合計 200W 分ですね、こちらの方ねご提供いただきました。ありがとうございます。でまずね、今ちょっとまずね、開けてみて、ちょっとね感じたのはね、はい、まずね軽さの方はもちろんそこまで重くはないんですね。 100W ですので、で取っ手の方もねオレンジ色のこのプラスチックの取っ手がついてて、で、はい、ここね磁石でくっつきます。前回ねご紹介した、ソーラーパネルも同じでしたね。最近はこういう磁石のねタイプが流行ってると思います。で何が磁石いいかというと、こうマジックテープとかのがあるんですけども、そうするとね結構ね開けにくいんですよね、ビリビリって。で耐久性もやっぱ気になりますし、こういったね磁石のタイプだと、とてもね、耐久性とか考えてもいいかなと思います。はい、じゃあねこちらに展開したものがございますんで、こちらの方ちょっと見ていきます。で後ろの方はね、こんな感じでこうね傾けてね設置できるようにちゃんとスタンドがついております。でこのスタンドもね、いいのがマジックテープじゃないんですよ。はい、ここもね磁石で、これがねマジックテープ式のが結構あります、他のメーカーさんのはね。そうするとねこう一人で開いた時に、2つのねスタンド、この2個のねスタンドを開くんですけども、片方開いてる間にこちらの片方がねもうマジックテープでくっついちゃって、またね開けたりとかって結構めんどくさいことになります。使われてる方はね、そういう経験もあるかと思うんですが、これはね磁石タイプなのでとても使いやすいです。はい、はい、あと端子の方ですね、こちら見ていきます。あ、ちなみにね、これね防水みたいです。 IP68 防水って書いてましたね。なのでチャックもね防水仕様のチャックになってます。これかなりいいですね。はい、で、コネクタ、配線関係ですけども、これがねすごいのが今からご紹介するんですけども、いろいろとねこのジャックがついてます。でここにねなんと USB こうか、タイプ C、 あと USB な1と2ってねタイプ A があります。でこれなんとねポータブル電源がなくてもそのまま出力ができてしまいます。ので日光が出てればね、こちらでスマホとかねこうバッテリー関係のパソコンとかのね充電の方がもうこれだけでできるというね、とても優れものになります。はい、で端子の方はもう最初からついてますね。はい、 XT60、 あとアンダーソンですね。はい、あとね DC5521 ですね、これが付属してますので、3種類の接続が、一気にできますので、まあ、いろんなねポータブル電源とか、まあ、そういったものにね対応できるかなと思います。配線もね、十分な長さがありますね。はい、こんな感じでね、3種類のね出力が、同時にね、できるようになっております。じゃあ試しにねこのちょっと一回展開してみたいと思います。はい、じゃあ今ね試しに設置してみました。これね商品ページにも載ってたんですが、ここのね、折り曲げるところ、ここがねあの断線しにくいような構造になっているということで、実際にね見てみると本当にねここスマートです。でなんか一体型なのかな、ちょっと私初めて見るタイプですけども、なんかとてもねいい感じ、あの耐久性がありそうです。で本体もねこうなんていうのかな、あの、まあ、布地とかそういうのではなくて、なんていうのかねよくわかんないけども、うん、なんかこう傷がつきにくいっていうかね、まあ、壊れにくいとか、汚れにくいような素材になってますので、これかなりですね、まあ、もちろん防水なのでそういった仕様になってると思うんですけども、なんかとてもね材質のこの仕上げ、これがねちょっと好感が持ってますね。これは、はい、じゃあね、試しにこのソーラーパネルだけで充電の方できるかやってみたいと思います。じゃあ最初にね、ちょっとこの GoPro でも充電してみましょう。はい、USB-A にね挿してみます。今ね点灯してます、見えますかね、青く点灯してますので、おそらく電源が入ってると思います。はい、じゃあこれで、あ、すごいできた。
はい、今ねちょっと2つ満タンになってるんだけども1個充電中。はい、こんな感じでできます。すごいね。じゃあ次にねスマホを充電してみます。はい、じゃあスマホの方もね今充電の方ができました。はい、すごいですね。これ太陽光パネルだけでポータブル電源がなくてもそのまま USB 機器をね充電ができます。じゃあ最後にねこれかな、ちょっとねこのドローンのねバッテリーがありますんでこれもね充電してみます。はい、あ、できますね。ちゃんと光ってます。はい、これ、ね、バッテリーがね、多い順から充電するんですが、ちゃんとね充電されてます。で今これと GoPro 一緒に繋いでますけども、ちゃんとね2つとも給電してくれてます。すごい。これ本体あればねポータブル電源なくても、こういうパソコンとかこういうバッテリー関係あとスマホとかね充電できちゃいます。これはね今まで使ってきたソーラーパネルの中ではね、ちょっと初めてですね。はい、じゃあ早速ね、問題の、20V100W こちらの出力の方をねポータブル電源に接続して見ていきたいと思います。はい、じゃあ今ねポータブル電源の方を設置しました。実はね今日別日です。ちょっとポータブル電源がねこちらの EBL さんの前回ご紹介したやつね、これを自宅に忘れてきてしまって違うポータブル電源でね充電しようとしたんですがちょっと端子が合わなくて、急遽ね、こちらに切り替えました。でこちらのね EBL のポータブル電源前回もねソーラーパネルの充電で、2系統からのね入力でやってみましたので今回も同じようなね、仕組みでちょっとやってみたいと思います。若干今日ね雲があるんですがまあいけると思います。今ねちょうど日が照ってますのでちょっとね挿してみたいと思います。でこちらはね、ジャックそのままね直でいけませんので変換のコネクタが必要になります。でこれにね合うやつを探しましてこれですね。はい、できました。はい、でね、今1系統だけね挿しました。充電がねおーすごいすごいすごい92、今92出ましたね。すげえ。今ね92が一瞬出ました。でこれ 100W のパネルなんですが、あ、93いきましたね。見えますかね。ちょっと天気がいいから見にくいんですが、今マックスでね93は見えました。今ね私の背中結構暑いです。で冬なのでねやっぱり太陽が低くて日光がね多分強さが強いので、結構それなりに上がると思います。はい、じゃあもう一個挿してみます。もう一系列ね。はい、じゃあ今ね2系列並列でね、つなぎました。でこのポータブル電源 150W まではね入力できますんで、そこまで行くかどうかっていうところで、ね、ちょっと見てみたいと思います。はい、今140いきました。あ、150いきましたね。151、あ、マックスいっちゃいました。はい、見えますかね。今 152W マックスで充電中です。いや、これすごい。はい、今ねもう太陽が出てきてねもう背中が熱いですが、今ねこのパネル2つでね 150W でこのマックスのねソーラー入力 150W なので、マックス充電がね今できております。すごい。じゃあちょっと1系統に戻します。1系統に戻して、1つのパネルでね何 W 最高いけるか。さっき94は出たんですけどね、まあ、94はすごいですね。なんかねちょっと YouTube かなで見たらね、なんか 100W 超えっていうのもね、見ましたね。相当ね、効率がいいパネルだと思います。はい、今 91%。あ、91W ね。はい、すごいね、これ。じゃ、もう一回ね、2つ挿してみます。このね、EBL のポータブル電源は、ちょっとね、1つの系統から 20V をね、ソーラー発電パネル、ソーラーパネルですと、入力がね直列でいけませんのでちょっと2系統に分けて、入力してます。でマックスがねこれ受け入れられる電力がね 150W なので、はい、今 150W マックスでね充電できてます。いやー、これはすごい。すぐね充電満タンになっちゃいますよ。今もう 80% まで充電されました。
はい、バンバンありますね。120、130、140、はい、150、154行きました。多分ね、これ以上行くんですけども、本体の方でね、制御かけてると思います。ポータブル電源で 150W マックスなので、それ以上出てもね、本体の方で宣言かけてると思います。今そこまでの入力ができてるということですね。はい、いかがでしょうか。今ね、これ並列の接続で、150W の入力でできております。はい、で、実はね、なんで今日別日かというと、当初の予定ではね、これ、ブルーティーの AC200MAX、これをね、充電させて、もうマックス充電ね、これ 900W だったかな、までいけれますんで、200W のパネルをね、最大限出せる予定だったんですが、このブルーティーのね、ソーラー発電入力なんですけれども、これ専用端子ね、ここから入力させて、で、ここにね、コネクタがあります。はい。これ XT コネクターですね。で、ここからね、MC4 コネクターに変換されます。なので、MC4 がソーラーパネルに標準で付いてるパネルでしたら、これ、ブルーティーノに入れるんですけれども、ちょっと私勘違いしてね、この XT コネクターと、このね、今回の、オータッチさんのソーラーパネルの、この、XT コネクター、同じだと思ってたら、これ違うんですよ、実際ね。なので、ちょっと今見比べるとわかるんですが、はい。大きさがね、違います。これね、オータッチさんのは XT60 ですね。で、ブルーティーはね、XT90 っていうことで、2種類あるんですね。ちょっとこれはね、初めてわかりました。なので、このままね、ガチャンといけると思ったんですが、ちょっと予想外でいけなかったので、今日はね、急遽 EPL さんの、ポータブル電源を準備して、代わりにやってみました。で、ブルーティーさんの、この大容量のね、ポータブル電源を充電させたい場合は、大体はね、この XT90 コネクタ、または MC4 コネクタになってますんで、ソーラーパネルからね、今回 MC4 コネクタは出てないんですね。はい。なので、そういった変換ケーブルをね、買わないといけないです。で、私ね、Amazon とかで探したんですが、この XT とか、XT60 かな、あとアンダーソン、このコネクターから MC4 コネクタに変換するっていうのは、見つけられませんでした。逆バージョンはありますけどね、ソーラーパネルから MC4 コネクタ来て、それを XT60 とかね、アンダーソンに変換するっていうのはたくさんあるんですが、その逆がね、なかった。なので、やるとしたらこの XT60 から XT90 に変換するコネクタを買って、こういったのにね、入力させるというやり方が一番いいのかなと思います。ちょっとその場合はね、並列接続しかできないので、直列でね、接続させたい場合、20V、20V で、40V でね、入力させたい場合っていうのは、この XT60 の今度直列のね、変換コネクタとかね、そういったものも売ってますんで、そういったものでね、対処するしかないかなと思います。今日はね、EBL さんの方でやらせていただきました。そんな感じでね、ちょっとコネクタの方はあらかじめ、MC4 コネクタがありませんので、そこはね、ちょっと注意した方がいいかなと思います。ただね、最近のポータブル電源は、こういった感じで DC ジャックの方ついてます。あとはこれ、アンダーソンついてますんで、XT60 と、まあ、DC ポートのこの、ジャック。あとね、アンダーソンがあれば大体はいけるんですが、稀にね、ちょっとブルーティーさんのように特殊な場合がございますので、その場合はね、ちょっと注意して、一回ね、ちょっと確認してからね、検討された方がいいかなと思います。はい。はい、じゃあね、いかがだったでしょうか。今回ね、このオータッチさんの、100W、ソーラーパネル、これをね、2枚つないで 200W で入力させております。で、マックスがね 94% だったかな、見えましたので、2つ使うとね、180から 190W 近くの高出力がね出られます。これものすごい。多分ね、これから使うのは多分これがね、おそらくメインになってくるかなと思います。あと、こう使いやすさがね、抜群にいいです。試しにね、これ折りたたみしてみます。で、折りたたみする際は、はい、これを持って、はい、立てて、はい、これで終わりです。はい、もう勝手にね、収納されます。こんな感じでね。で、ここがね、マグネット式なので、はい、こんな感じでね、折りたたんだ瞬間に全てが収納されます。これとても使いやすいです。はい、ということでね、ちょっと今回ね、こちらの USB の出力と、あとポータブル電源によるソーラー発電のね、
入力の方を検証してみました。大立さんのね、高効率なソーラーパネル、こちらね、コスパは最高です。値段がねものすごい安いで、今回大立様から、割引クーポンの方ね特別いただいておりますので、概要欄にあるリンクの方から、割引クーポンを入力してね、購入いただきますと、特別価格で購入の方できますので、まあ、よろしければね、見ていただければと思います。はい、じゃあ今日はね、大立様の、ソーラーパネル 100W のねご紹介でした。ありがとうございました。